はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、オーディオデータをこれからアレンジしていくにあたって、その前にクオンタイズしてきれいに整えましょうという趣旨のお話を今日はさせていただきます。村長のミュージックスタジオ。オーディオのクオンタイズも今の DAW はほとんどができるようになっていると思いますけれども、今日使う DAW はスタジオ1ですけれどもですね、これを解析してクオンタイズをすると、その操作自身は難しくないんですけれども、この右には譜面を置いてありますよね。このようにして譜面としっかり照らし合わせながらきれいに整えていく、それをやってみたいと思います。いくら上手に弾いたつもりでもですね、ピアノのトラックが2つで上が伴奏、下がメロディーになっているんですけれども、どうしても細かくずれてしまいます。特にこの楽曲自身はピアノの教室の先生とコラボをしていますので、やはりこのピアノの部分が一番肝心ですので、ここがずれていたらですね、最終楽曲の仕上がりにも影響しますので、ここは丁寧に見ていくことにしましょう。今どんな感じかと言いましたら、一生懸命いいところでオーディオを合わしました。まあ見た目はこんなように、今ここは合ってるように思うんですけれども、やはり手癖の部分とかもありまして、ここで大きくしたら、このトップはですね、伴奏が突っ込んでいますね。ここね、メロディーが合ってると思います。で、今度はここになるとメロディーが突っ込みかけています。伴奏がまた突っ込んでいます。ここは両方がざっくり合っていますね。このぐらいのところであれば、人間の耳に聞こえるほどではありません。いわゆるアタックの部分なんですが、また次の8分音符過ぎたところでこのメロディーが突っ込んだりしています。こういう状況を聞いてみるとこんな感じになります。はい、このように一瞬二重に聞こえたところもあると思うんですね。まあ二重に聞こえなかった人はまず耳も鍛えてくださいね。僕にはものすごくずれて感じます。ここでこのビフォアですね、これを覚えておいてください。まずはこういう場合は必ずですね、伴奏の方から直していきます。スタジオ1ではこの上のメニューですね、オーディオベンドというメニューにしまして、またこのボタンですね、ベンドツールというのがありますが、この状態でですね、このトラックを分析というのをしますと、このようにラインを入れてくれます。そして大きくして確認します。なぜ大きくするかというと、このようにですね、必ずしもバッチリのところで線を入れてくれているわけではなくってですね、このような二重になってしまうところもあります。こういう時はベンドツールでですね、いらない線はこのようにして消すとかいうことも必要です。この線の状況はスタジオ1の場合、ここにスレッショルドというのがありまして、今 80% となっています。これを下に下げることによって線の数が減っていきます。はい、このように減りましたが、今度は逆にここでなくなってしまったところがあります。この部分ですね。でもどちらかといえばなくなり気味に合わす、これポイントですね。ありすぎると消すの面倒です。ですからそうですね、このぐらいでいいんじゃないでしょうか。というのは、ないところは波形を見ればだいたいわかるんですね。ですからちょっと少なめになるぐらいのスレッショルドに合わすといいでしょう。これでクオンタイズに行く前に、本当にラインがまずまずいいかを僕の場合はまず見ます。その時に注意する点なんですが、まだ譜面の方は隠しておきます。
そうしまして、このスナップは切っておく方がいいです。これでですね、足らないラインをまずこのように入れます。明確に足らない部分をこのように足していけばいいです。もちろん一つ二つ抜けていても大丈夫です。少なめにしてこのように僕は入れていきます。ただしこのやり方は絶対こうしないといけないというわけでもないですので、このように作業をしていきます。まあどこまでのクオリティを保つかですけれども、先ほども言いましたように、これはどちらかというとピアノ曲ですのでですね、そこらは土台としてですね、ちゃんとやっておきたいところです。あとでこのラインは修正も効きますので、そんなに神経質になる必要はありません。DTM って地道な作業ですよね。特にこういう小さな音のところはですね、難しいですが、ちょっとこれをやり終わった後にもう少しヒントをお話ししますね。お話しするというより先にやったらいいというぐらいのことなんですが、例えばまあこういうふうにあって、ちょっと分かりにくいですよね。これは分かりにくい理由はですね、トラックの幅をもっとこう広くしてですね、こんなふうにやればいいわけです。今ミキサーも出てますが、ミキサーも切ってですね、できるだけこのように縦を大きくすればミスることが少ないですよね。大きくしすぎるとちょっと逆にどこが先頭かが分かりにくくなる部分もなくはないんですよね。はい、いいことばかりではありません。この辺なんかの場合は本当に音があるかは後からですね、譜面と合わすというかですね、その作業も必要になります。はい、これをする前にクオンタイズをしてもですね、できなくもないんですが、皆さんもどちらがいいかって感じで、やってみてください。そうしまして、これを選択した状態でクオンタイズをやってみますね。大きくしといたら分かりやすいですので、今回はほぼほぼ正確には弾いていただけてるので、16部でですね、クオンタイズをしておきます。はい、じゃあ Q を押しますね。はい、今こうやって赤いところと緑のところができましたよね。
これは縮めたところ、伸びたところ、これをスタジオ1では色分けでやっています。じゃあこれで今度は先頭から本当にちゃんとなっているか確認をします。その時には譜面もある程度は追います。耳で聞きながらもいいと思います。目だけを頼りにする必要はありません。このようにクリックを流しておくのもいいです。今メロディー切りました。はい、今ちょっと止めましたが、このようにね、入っていないところ、これでも必ずおかしくなるわけではありませんのでね、先ほども言いましたように、あまり神経質になる必要はありません。はい、ちょっと遅いなと感じたらやっぱり遅かったっていうやつですね、これ。今追ってみてもですね、おかしいところはほぼないですね。ここらもずれてましたね。トゥルンって聞こえましたが、はい、耳が良くなってくるとこういうとこ気になるんですよね。ちょっと聞いてみてくださいね、ここ。はい、ドゥルンドゥルンってなってますよね。これがですね、62小節、ここなんですね。ここですよ。別に特別ね、そういう弾き方をせよというのがないわけですから、これがですね、伴奏が突っ込んでるんですね。ちょっとこれ、ここも伴奏がちょっと突っ込み気味。これぐらいでいいと思います。ラストにもう一度聞いてください。
こんな感じです。今日はラストに一つだけちょっとヒントというかですね、こういうこともあるんだということを少しお話ししておきます。今ですね、こうやりながら中断してたことがあるんですけれども、ですという短い言葉が、こういうところが2箇所あるんですけれどもですね、今日この動画を作っている時にここ気がついたんですよね。この2つ目の16分音符がないことに気がつきまして、先生と連絡を取り合ったらですね、そしたらここがとても細かくて、歌詞としてですね、タルッタルッとこうなるのがですね、今回特にピアノ作品ではないんですよね。カラオケというふうに作っているので、先生が二重にこうなるとですね、伴奏として考えた時に、まあ、ガイドメロディーとしてメロディーを若干つけるのでですね、ごちゃごちゃっとしないかということになっています。ですから最後にまあ2つ作ってどっちがいいか聞いてもらってね、今あの伴奏とメロディー等をバラバラでチェックしているのでですね、まあ、もう一度全体を合わせてみて、歌ってみてどちらの方がいいかっていうことをやってみたいということになりました。こうやってですね、一番基本になる最初のですね、生演奏、この部分をですね、特に DTM っていうのは案外決まった形で意図的にやらない限りはバッチリしたこうリズムタイミングになるのでですね、生演奏の自然さはいいんですけれども、他の楽器と合わせた時にですね、 DTM の場合は特に生演奏をきっちり仕上げておく、これが僕の考えとしてはですね、あまり遊ばすとですね、先ほどからやってるようにドラムなどとこう二重にツルッツルッとこう聞こえたりですね、するということもあるので、案外正確に生演奏を直しておく、これが重要なポイントだと思います。村長スタジオでした。